昨日のイベントで京子っていう人から聞いたんだけど、その人今海外で描いてる芸術祭の記録撮影班集めてるらしいんだよ。お前まさかそれ俺が参加するって勝手に言ったのか。別にこの町に断りなんかないんだろ。海外に住めんだぞ。俺なら絶対行く。てかお金返してよ。次会った時返すわ。ここに残ってる理由は仕事があるから、まだ友人が残ってるからなどいくつか考えられたが、実際のところ特にこだわりはない。もしもし、工藤か。矢野、久しぶりだな。お前いつから横浜いたんだよ。最近。お前今日あそこで何やってたんだよ。ああ、それなんだが、お前もっと強く来い。どういうことだよ。詳しくは今度話す。別々で逃げよう。俺ら逃げてるわけねえぞ。まだ運ばれてるみたいだ。なんか初めて地元を出た時のことは思い出せない。お前も早く来いよ。行くのか海外のやつ。俺正直あんま乗り気じゃないんですよ。でも今ちょっとしたごたごたに巻き込まれてて、単にそれから逃げたいだけなんです。いいんじゃないか、それで。動き続けろ。